本日はハッピーランドゲームセンターの中にある子供の遊び場で遊んできました。その後にご飯も食べました。いってらっしゃい。はい、やってまいりました。ハッピーランドパークゲームセンターパート3、3回目になります。それでは行ってみましょう。中はこのように大きな木のデコレーションですね。いろいろゲームセンターのゲーム機がありますね。バスケットボールで点数稼ぎをするのか、チューンってこうやってシューターの人はやってもいいかもしれませんね。バットマンの乗り物のやつと、お、ゾンビですね。ゾンビを打ち倒すやつです。あ、これはちょっとやられてますよ。この銃ですね。この銃でシューティングゲームでしょ。バン、ドドドドドドン。お、いいですね。よし、お、いっぱい出てきた。あ、上にもいる。上と下からゾンビが襲いかかってくる。はい、こうやってカーレースのやつもありますね。バイクのレースとかもあります。いろいろあっていいですね。こっちにはこのようになんていうんですかね、ありますね。本日はこちらの方で遊びました。子供用の小さなパークですね。こちらで小さい子供が楽しく遊べるようになっております。それではご飯を食べましょう。ドンカルボン。今日も暑かったのでちょっと飲みます。ウーロン茶です。ティーですね。ウーロン茶というかティーです。うん、あ、美味しい。はい、それで今回はドンカルボンバーガーを頼みました。見てください、この太いこと。またこれもボリュームたっぷりですね。ハラペーニョで辛さを自由に調整できます。こんな感じです。すごいですね。とても美味しそうだ。それではポテトをいただきましょう。こんな感じ。うん、サクサクホクホクですね。揚げたてで美味しいですよ。とてもいい。もっといっちゃいましょう。お腹が減ってます。うん、そしてハンバーグです。ハンバーグはこんな感じでとてもボリュームがあるので、あのフォークでいただきますよ。中にはパイナップルも入ってるんですね。パイナップルとバーベーコンと、とてもいいですね。こんな感じ。楽しく遊んだ後に美味しいランチをいただきましたね。